誤解は守るべきものではありません。え。在家修行者のための優しい仏教講座 YouTube を仏教で検索しておりましたら中田敦彦さんの仏教の誤解を守って生きることの大切さという動画に出くわしたので視聴してみました。視聴しての印象ですが中田さんの笑顔がなかなかいいですね。 おい。そこかよって言われそうです。中田さん、誤解をどのように受け止められたのでしょうか。次はようやくです。殺さない。不適切な性的なことをしない。盗まない。酒、飲まない。この5つは、何か大きなものを壊すんです。命を食いまくるって、やり方をしてると、体を壊す。嘘をつきまくると、 信頼を壊しますよね不適切な性関係これも社会的にものを壊しますよね盗むこれも犯罪ですよね社会的なものを壊しますよね酒を飲む酒は社会的なリスクと健康リスク両方を持っている誤解守りますかはいしかし こっそり酒を飲んだり、こっそり浮気するでしょう。これすごいむずいんですよ。成功者が陥るすべてが詰まってる。なんという戒めなんだ。誤解、めちゃくちゃすごいなと思う。誤解のことを考えながら生きてます。このように、結構真面目な陶器でした。中田さん、笑顔がなかなかいいですね。やはりそこかよ。 では、誤解を順に見ていきましょう。一つには、生きる者を殺さない。一つには、他人のものを盗まない。一つには、乱だらなことをしない。一つには、嘘をつかない。一つには、酒を飲まない。これら五つの、在家信者用の戒めです。生きとし生ける者を殺してはなりません。人を殺せば、 刑法第199条殺人の罪にも同じことが規定されています。他人の動物を殺せば刑法第261条器物損壊の罪にも同じことが規定されています。動物愛護条例というのもあります。他人のものを盗んではなりません。置いてあったので持ち去ったというだけで。 刑法第235条、窃盗の罪に問われます。無理やり盗めば、刑法236条、強盗の罪に問われます。乱らなことをしてはなりません。大っぴらに猥褻な行為をすれば、刑法第174条、公然、猥褻の罪に該当します。無理やり、猥褻な行為をすれば、 刑法第176条強制わいせつの罪に該当します相手が合意したからといって既婚者と不倫すれば民法第709条710条不法行為に該当します嘘をついてはなりません相手を騙して財産を得れば刑法第246条詐欺の罪になります替え玉受験をやったり 領収証を多重に発行した場合、刑法第159条、私文書偽造の罪になります。宣誓をして、虚偽の証言をすれば、刑法第169条、2章の罪になります。酒を飲んではなりません。20歳未満の者は、種類を飲むことができません。親は、20歳未満の子どもの飲酒を止めなければなりません。 お酒の販売業者は20歳未満のものに売ることができません。未成年者飲酒禁止法の規定です。以上、誤解と法律を並べるという珍しいことを試みました。法律が十分カバーしているので、戒律はもういらないんじゃないかと思うのですが、実際どうなんでしょう。皆様方は日々の生活で、 誤解を必要としていますでしょうか。生きとし生ける者を殺してはなりません。これが戒律です。人を殺した者は死刑、または無期もしくは5年以上の懲役に処する。これが法律です。戒律、法律、規則、てこういう者の,の上位の概念を社会的規範、または社会規範といいます。 では、こうした社会規範がなぜあるのでしょうか。法学概論というよりは、法哲学の分野でしょうね。なぜ社会規範が必要とされるのか。例えば、お坊様が2人、3人、4人、5人、6人、7人、8人、9人、10人と増えていったとします。あいつ、起きるのが遅いな。 一緒に瞑想できないじゃないか集団生活をしておりますといろいろ不都合なことが出てきますそこで3時に全員で起床して3時半から瞑想にしようってことが決まりますこれが戒律の起こりですまたその集団ごとに戒律が違うということはあり得ることです例えば不邪委員会邪委員 横島でみだらなことをしてはなりませんと言ったって、具体的にどうなのか。セックスそのものがダメなのか、不倫がダメなのか。昼間だからダメなのか、他人に見つからなければいいのか。公共の場で、キスがダメなのか、イチャイチャがダメなのか。必ずしも明確ではありませんが、その集団によって解釈が異なることになります。ですから。 AB 教団では許されなくても CD 教団では肉食再体が許されるということが起こります同じ仏教のはずなのになぜそういうことが起きるのでしょうか社会規範は人間が作ったものだからです戒律は人間が作ったものだからです人間が考えることは十10人おれば 十通り、五十の教団があれば、五十通りになります。どちらが正しいとか、どちらが誤りだとかの議論をしてもつまりません。所詮人間が作ったものです。そういうものには用がありません。悟りへの道には、事実をありのままに見る、ありのままに聞くということが大切なのでして。人間の考え、人間が作ったもの。 戒律だとか規則だとか法律だとかは、この際どうでもいいことになります。戒律を厳格に守れば悟れるのかってことですが。まあそれは約束できません。戒律と悟りとの間には、確実な因果関係がないからです。事実をありのままに見て、ありのままに聞くことができれば悟れるのかってことですが。これは約束できます。その証拠に、 ご先輩方の悟りのエピソードを検証してきたではありませんか悟りの境地からは守らなければならない戒律はないということになりますこうしなければならないとかああしてはいけないとかそういうことはないのです真理にそういうことは刻まれていないのですこれは修行がある程度進んだ皆様方へのお話です しかし、修行を始めたばかりだとか、修行をする気が、まだ十分に起きてないという人には、有害な話です。人衆禅寺が歌われましたように、体を鍛え、心を養う方がいいのですから、初心者には、戒律を守るようになさった方がいいということになります。簡単に申せば、五回、五つの戒律は、 単に道道徳徳ななんんでですす一般大衆向けの道徳なんです修行がある程度進んだ皆様方には戒律だとか規則だとか道徳だとかそういう人間が作ったものをしばしお忘れくださるのが良い結果を生むと思われます。